どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と、今日一緒にやってくれるのはポメラニアンのゆめちゃんです。はい、というわけで、ゆめちゃんと一緒に、ゆめちゃん美人さんだから顔少し見せないとかね、よいしょ、ゆめちゃん可愛いですよ。はい、というわけで、ゆめちゃんと一緒に今日何をやっていくかっていうと、お留守番の時にね行ってきますとか、じゃあねとか、バイバイとか声をかけてもいいのか、かけない方がいいのかっていうことをちょっと話していきたいんですけど、これね、多分ね、バイバイって言ってる方多いと思うんですよ。で、ほとんどね、癖で声かけちゃう方も多いんですよね。人間で挨拶したりとか、言葉でやり取りすることが多いじゃないですか。で、動物の場合って言葉でやり取りすることってほぼほぼ少ないんですよね。まあ、その、なんだろう、吠えたりとかっていう音でっていうことは、まあ、あったりはするんですけど、ただ、それが挨拶だったりとか、意味合いを持ってるっていうわけではないので、この子たちのコミュニケーションの中で、まあ、耳で聞いたりとか、音で発して相手に伝えるっていうコミュニケーションが非常に少ない。で、そうなってくると、よくね、自分たちの中でもバイバイって言ったりすると怒ったりする子も中にはいるんですよね。で、それはなんとなく人がいなくなるっていうニュアンスだけが伝わっちゃってて、不安になるから怒ったりとか行かないでって言ったりするから、まあ、ワンちゃんがね、だだこねちゃうの助長するの形になっちゃうんですよね。であればもちろんやらない方がいいし、逆に性格的にね、行ってくるねとか、じゃあねとかっていうと、それでも諦めたりとか、ある程度落ち着きが出てきちゃう子の場合はね、ゆめちゃん、ゆめちゃん、おいで、ね、それでもいいのかなと思います。ね、ただ、基本的な認識は言わない方が多分ワンちゃんのためにはいいんだと思います。ね、まあ、自分もね、うちの子に対しては言って出かけません。ね、なんでかっていうとね、もしこの子たちが犬だけで生活してたらって当たり前ですけど、寝てたりとか何かしてても結局お父さんもお母さんも自分で狩りに行くときには起こしてくれないんですよね。すくって起きて多分自分ですって言って気がついたら帰ってきてるみたいな、おのおの各自そんな感じだと思うんですよ。いちいち出かけますバーンって言わないと思うんですよね。なので、自分たちも別に出かけるときに一回一回自分たちが出かけることを、うちの子たちが寝知ってなくてもいいよって自分は思っちゃうので、いちいち出かけるときに出かけますよとは言いません。ただ、言ってあげてることが悪いことかっていうことよりも、まあ多分ね、今ね、この動画見てくださってる方の中でもきっと出かけてくる、行ってくるよって言うと怒ったりとか、ふてくされたりとか、なんかわざわざうんちおしっこをその辺でしたりとか、なんか不安定になるような行動が吠えっぱなしになっちゃうとか出る子はいると思うんですよね。でも、なんだろう、行ってきますって言ってあげたいのはどっちかっていうと、言ってあげたワンちゃんのためじゃなくて、言って出かけると人が安心するからっていう、人の安心から来てるんであれば、もちろんワンちゃんの安心優先してあげた方がいいから、やめた方がいいですよね。行ってきますって言ってあげて落ち着く子とか不安にならないんだったらいいですけど、バイバイも一緒ですね。いなくなるよっていうことによって不安を助長するんだったらもちろん言わない方がいいし、なんだったらね、逆に出かけるときには例えばガムあげたりとか、まあ、ご飯をね、コングに入れて与えるようにして、人が離れることイコールいいことが起きる、ラッキーって思ってる方がワンちゃんにとってはいいのかもしれません。ぜひね、出かけるときに不安になっちゃうんで、行動でもそうなんですけど、まあ、わりかし多いと思います。で、出かけて離れるの不安になっちゃうのに、そこでじゃあねバイバイっていうことって助長になっちゃってることが多いのかなと思いますので、もう今全然問題ない方はね、いいと思うんですよね。行ってくるね、じゃあね、またねって言ってもいいと思うんですけど、不安になっちゃう子の場合はね、ワンちゃんのために、まあ、やらない方がいいのかなと思いますので、ぜひね、ワンちゃんとの生活楽しくおいで送れるように、お互い思いやって生活をしてみてはいかがでしょうか。